勝ち点をジュビロは41としています。さあそれでは今日の試合のハイライトをご覧いただきましょう。まず前半の7分です。ゴール前、ここはジウシーニョのシュート、残念ながら外れました。枠に飛ばすことができません。後半の24分、今度は山形です。今スローインやスロー再生で流れていましたが、今度は山形のこのゴール前のプレー、飛び込んでいったのが長谷川です。サイドから完全に崩して飛び込んでいきましたが、この宮澤から少しコースが変わっていればというシーンだったんですが、惜しいシーン、決定的なシーンを作り出しました。37分です。山形、これも惜しかった。秋葉のシュート、キーパー正面でした。川口しっかりと抑えています。増田から秋葉、ここも決定的なシーンを作った山形でした。後半に入ります。後半の21分、ここはジュビロが拾ってゴール前、上田から前田というシーンでした。もう一度別の角度から、27分です。グランダーのシュートは増田でした。枠を捉えることができない両チーム、左に外れていきました。そして35分です。後半、山本光介走り込んでのミドルシュート、この23番の山本のシュートはバーの上、シュートでした。そしてさらにゴール前、下村のアディショナルタイムに入ってのシュートシーンでした。まあ惜しいシーンはありましたけれども、手元の集計ではシュート数が14本というのが山形、そしてジュビロが4本です。まあ、こうしてハイライトを見ると山形の方も決定的なシーンは作っています。では今日の解説、元日本代表の遠藤さんです。遠藤さん、はい、いや今、ハイライトをご覧いただきましたけれどもね、山形も結構決定的なシーンを作ってましたね。そうでしたね。前半は山形の方がシュート数も多かったですし、はい、まあ、下がっていましたけどね、まあ、後半特に、まあ、田代を入れたりとかして前線からプレッシャーをかけてですね、はい、得点を狙いに行くという、その90分通じての戦い方というのは非常に見せてくれましたね。そうですね、そして改めて今日の試合を振り返って、まあ、共に0対0という形で終わったんですけれども、はい、まあ、この試合の持つ意味と、そして0対0に終わったこと、これどういうふうにご覧になってますか。まあ、特にあの上の山形としたら残留争いがまだ、もう関係してきてますからね、はい、勝ち点を取って帰りたいというね、やっぱりこの辺の気持ちというのは非常に感じた戦い方だったなと、ジュビロはやっぱりナビスコカップ取って少しねほっとしてしまったのかね、そこからやっぱりジュビロ特有のこうパスとドリブルで崩していくとか、そういう鋭さといいますかね、そこがちょっと見えなかったですね、そして今日は注目選手にね、はい、中盤の選手、ジュビロは上田選手、そしてモンテリオ山形は佐藤選手を挙げてましたが、そうなんですよ。特にね、上田選手ですね、やっぱり後ろでこうパスを回す選手はないと思うんですね、もっとやっぱりこう2トップに関係していく、2トップと三角形を作るようなね、はい、やっぱりこういうポジションに入ってほしかったなという個人的な思いはありますね。前半はねこう縦パスを狙っているシーンというのも何度かありましたけれども、まあ、ただ、後半松浦選手入っていきましたけども、はい、前線に置いたじゃないですか、はいはい、やっぱりあそこら辺の監督の采配というのも、今後非常に大事になってくるのかなというね、まあ、ちょっと感じましたけども。なるほどね、まあ、2トップともう少し距離を詰めて、はい、そしてそこと絡むような形で厚い攻めという、そういうことですかね。まあ、特に山形はそこの前田へのマーク、そのジウシーノのやっぱり運動量、機動力、はい、ここは警戒してましたからね、なかなかあの2トップで崩すという形は作らせてくれなかったですね。一方佐藤選手、はい、モンテリオ山形、まあ、この佐藤選手についてはどうですか。アンカーというね、その置く意味というのをちょっとね、今日は小林監督が上で見てらっしゃいましたから、はい、まあ、長嶋監督代行コーチが、ね、来られると思うんですけども、
まあ、ちょっとできたら聞いてみたいなと思うんですけどもね、あ、まあ、どちらかというと足の感じでは、あそこの真ん中のところをがっちり固めてね、失点をしたくないという、やっぱりそういう戦い方に今日は見えましたね。あ、なるほどね。じゃあ本来の、まあ、遠藤さん考えるそのアンカーの役割としては、あのまた違う役割というのがもっとできるだろう、あるいはそういう展開を見てみたいという感じですかね。まあ、特にその J1 で2年目ですじゃないですか、はい、じゃないですか。山形としたらそのアンカーを置く意味をね、この選手やってシステムをどういう戦い方をする、はい、だからこのアンカーがこういう選手でこういうタイプでこういうサッカーを見せるんだという、やっぱりそういう進歩につなげてほしい、このサポーターが期待しているわけですから、やっぱりこの辺は今後小林監督の采配、やっぱりこう手腕に期待したいと思います。はい、そして、まあ、山形は勝ち点1を乗せて36にしました、はい、ただこの勝ち点1は大きいですね。大きいと思いますよ、やっぱり今日のゲームの中でもちろん1点取れればね、これは最高でしたけども、まあ、まず最低限の勝ち点1を取って帰れるというね、まあ、ここはしっかりと結果を出したと思います。はい、そしてジュビロは次がアントラーズ戦ですね、まあ、これまた中2日での試合になりますが、23日その後が名古屋戦、そして最終節がセレッソ戦と、上位との対戦まだ残ってますね。まあ、アントラーズは巧みですよ、やっぱりね、ここをどうやって守るか、はい、そこをどうやって崩すか、非常にバランスの取れたチームですから、ここはね、やはり、まあ、アントラーズとジュビロといったらもう黄金時代を背負ってきたね、この2つのクラブがどんなゲームを見せてくれるか、ジュビロはプライドを見せてもらいたい、そういう意味ではあのナビスコで優勝して、はい、その後はまだ勝利がないということで、なんとかまず結果をね、白星をね、サポーターも期待しているでしょうね。まあ、モチベーションは高いと思いますから、いかに冷静にね、やっぱ今日で言えばサイドチェンジなんかうまく使って崩していく力、はい、やっぱりここを期待したいですね。はい、さあ遠藤さん、柳下監督いらっしゃいましたか。はい、お願いします。あの、私もいろいろとお世話になりました。柳下監督にお越しいただきました。してないけどお疲れ様でした。今日はあの監督、どういうゲームだったんですか。シュート数もちょっと少なかったと思うんですけども、初めの10分だけですね、いいリズムでこうボールも置いて人も動いて、あとは、まあ、自分たちのミスからこうカウンター食らって危ない場面作ってるし、まあ、後半もボールは押し込んでるみたいだけども、相手がこう嫌がるようなプレーまではいってないんでね、まあ、勝ち点1取れたことが良かったのかなとは思いますけど。あの、昨シーズンの芝も不安定という言葉を挙げられましたけども、ナビスコカップを取ってタイトルを取られた、これ非常にクラブにとっても7年ぶりで大きいと思うんですが、リーグ戦の中でちょっと今日のゲームの中で崩すシーンというのが、局面を崩すシーンというのは少なかったと思うんですけども、そこら辺は今後残りの試合どう思われてますか。まあ、立ち上がりの10分ぐらいこういいリズムでボールを動かしていると、で人も動いていると、でそれをゴールを奪うための動きにならないといけない、だからボールを保持する動きで終わってしまっているんでね、だから相手のやっぱり嫌がる背後を動き出すだとか、やっぱ、サイドを攻略して、崩すと、そしたらやっぱ中央また開くんでね、だとにかく怖がらずにゴールへ向かうというプレーをもっと増やさないといけない。まあ、やっぱりこうジュビロも黄金時代があってですね、また新たな時代に入っていると思うんですけども、まあ、やっぱりこう選手もまた違ければ、次はまたアントラーズという、 こうクラブと J リーグを引っ張ってきたクラブと戦うわけですけども、監督どこら辺修正していかれますか、残り3試合。修正するって言っても中2日、中3日でゲームだから、まあ、今シーズンはなかなか難しいでしょうね、残りのゲームに関しては。だからできるだけ早くコンディション戻すしかないと、あとさっき言ったことは今までできているゲームもあるんで、そういう意識を持ってまずやるってことが必要じゃないかなとは思いますけどね。残り試合3試合期待しますんで、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。柳下監督に話を伺ってもらいました。遠藤さん、はい、まあ、初めの10分だけですねっていうふうに言ってましたけれども、ね、柳下監督がなかなか、ね、そういうところを見せてくれないんですよ、まあ、でもやっぱりこう相当内心ね、感じてられる方部分が大きいと思うんですよ、非常にこうイララされてる部分大きいと思うんですけど、冷静に答えてくれましたけど、やっぱりね、あの局面を崩す力がちょっと少ないし、あのゴールに向かう動きが少ないっておっしゃってましたけども、やっぱりボールを回してる時間帯が多いんですよね。そうですね、だからシーズン通じて言うと、あのこういうゲームっていうのは何試合かどうしてもあるんですけども、残り3ゲームやっぱりこう、
そこをですねサポーターも期待してますし、もっともっとアグレッシブなゲームを見せてもらいたい気持ちは私個人的にあるんですけどもね、まあ、コンディションもね中2日、中2日で来てますんで、まあ、次も中2日で23日の試合になりますけれどもね、そうですね、まあ、その中でも、今言われたようなお話ということになると思います。